18。いや、ここに来て一気に3メートル上げてきました。まさに異次元の世界。ミスティード、これは難易度高いですね。さすがに18メートルを成功させるのは難しいと思いますけどね。はい、まさに天空の高さ。ミス選手、18メートルどうですか？難しいと言われるこの18メートルですね。ちょ見てくださいよ、メッシがあんなに近くなっちゃってますよ。マジですね。それもそのはず、岐阜城に相当するという18メートル。もう無理ですね、これは。さあメッシが行きます。白声ですけど、見上げる先にはミッキングハイ、高さ18メートル、バロンドール4度受賞、の先頭を突き進む男です。まさに未知なる扉をノックします。これまで数々の栄光を築いてきたその左足、新たな記録を築くのか。18メートルのチャレンジ、まずは注目がこのボール蹴り上げる時なんですが、バーを全く見てない。いやー、本当ですね、感覚だけっていう感じですかね。18メートル上ですよ。そして蹴り上げられたボール、見事な放物線でバーを越えてます。これ体勢崩れたんですね、でもしっかりと落とさずに見事クリアしました。しかも見てください、このトラ